札幌競馬場3レースは3歳未勝利、芝の 2000m 戦に出走馬15頭です。4コーナーの奥ゲートイン、偶数番の各馬の誘導、8番ヒロノサクセス、6番のブラックバール、そして4番イゾレーオリア、2番ドライカプチーノ、続々と各馬がゲートを埋めていきます。12番ゲートゴッドスピードレオ入ります。芝ダートとも両馬場のコンディション、14番ブルーブルースカイ今最後に収まりました。スタートしました。内で2番ドライカプチーノ、ポンと好スタート、好ダッシュ。3番ソルエストレーラ、これも好ダッシュです。かまして5番のウィンルピナスが並んでいきました。ウィンルピナススタンド前先頭に立ちます。6番のブラックバール、これについていっての2番手、インコース2番ドライカプチーノ、3番手外11番リリーバローズ、1馬身差3番ソルエストレーラ、ゴール番を過ぎます。13番ルージュナディア、その後ろ1馬身差、馬群の中10番のアマソナ入って、最内は4番のイズレーオリア、1コーナーカーブ1段、その後15番のフォティック、中段の後ろ外目の追走です。1コーナー回っていきました。5番のウィン・ルピナス行きました。リード1馬身半、6番のブラックバール、これを追って2番手で2コーナー回ります。1馬身差インコース、2番ドライカプチーノ、3番手外4番手11番リリーバローズ、また並んでいきました。さらに1馬身3番ソルエストレーラ、前から5頭目、この2頭の間に入っています。その後ろ13番ルージュナディア、2コーナー回って向こう正面に出ました。4番イゾレーオリア、その外10番のアマソナ並んでいきます。あと1馬身15番のフォティック、中段後ろ残り 1000m 切りました。そのインコースに1番のノエマが並んでいった中段後ろ、1馬身7番のキャラメルシフォン、後方集団外12番のゴッドスピードレオ、あと1馬身9番のクリノマイスター、おしまいから3頭目800を切って、これから3コーナーカーブ、14番ブルーブルースカイ、そして最内は8番ヒロのサクセス、1段です15頭、3コーナー回ってまもなく600標識今過ぎました。5番のウィン・ルピナス先頭、リードは体半分から4分の3、6番のブラックバール、2番手変わっていません。1馬身2番ドライカプチーノ、外11番リリーバローズ、ここも変わらず4コーナーカーブ、400を切りました。その後外から13番ルージュナディアが進出、さらに外から15番のフォティック、第4コーナーから直線振り切って5番のウィン・ルピナス先頭で2馬身のリード、追って追って6番のブラックバール、2番手200を切りました。1馬身半差、その外へと出す2番ドライカプチーノ、これが今3番手、4番のイズレーオリア、4番手から3番手を追っている。突き放した5番のウィン・ルピナス、リードを2馬身半ゴールイン。2着6番ブラックバール、2馬身相手2番のドライカプチーノ、3着4番イゾレエオリア、4着でした。勝ち時計2分1秒9危なげなく逃げて突き放した5番のウィン・ルピナス、人気に応えて横山武史騎手決めました。これを追って2番手追走6番ブラックバールですが、最後はその差を広げられました。その後また遅れて2番ドライカプチーノ、3着4番のイゾレーオリア、4着タイムは2分1秒9ゴールまでの 800m 46秒7、 600m は34秒6でした。札幌競馬3レース芝の 2000m 未勝利戦が終わりました。5番のウィン・ルピナス、横山武史騎手逃げ切り勝ち、断然の人気に応えました。タイムが2分1秒9でゴールまでの 800m 46秒7、 600m を34秒6とまとめています。2着6番ブラックバール、その後また遅れて2番ドライカプチーノ、3着4番イゾレーオリア、4着その後はまた離れています。札幌競馬3レースが終わりました。芝の 2000m 戦今到達瞬5着まで上がりました。1着は5番のウィン・ルピナス、鞍上横山武史騎手、これが JRA 通算499勝目、500勝まであと1つ。2着が6番ブラックバール、3着2番のドライカプチーノ、4着は4番イゾレーオリア。先週いきなりね、札幌の開幕週で5勝を挙げた横山武史騎手ですが、今日も勝利して499勝という、リーチがかかったわけですね、節目の勝利に。ずっと隊列一緒でした。5番6番2番最終オッズです。1番人気2番人気6番人気の順です。単勝5番 1.4 倍、枠連34 2.9 倍、馬連5番6番 3.3 倍、馬単5番6番 4.3 倍、三連複2番5番6番 24.7 倍、三連単
5番、6番、2番、52.7 倍です。確定までお待ちください。